秘密戦隊ゴレンジャー。秘密戦隊ゴレンジャー。秘密戦隊ゴレンジャーは、1975年、昭和50年4月5日から1977年、昭和52年3月26日まで、ネット、現、テレビ朝日系列で毎週土曜19時30分20時、JST に、全84話が放送された、ネット、東映制作の特撮テレビドラマ及び作中で、 主人公たちが変身したヒーローのチーム名。スーパー戦隊シリーズ第一作目として扱われている作品である。他方、シリーズ初期には本作品とジャッカー電撃隊はシリーズに含まないという見解もあった。詳細はスーパー戦隊シリーズゴレンジャー及びジャッカーの扱いを参照。変身ヒーロー作品に戦隊という要素を取り入れた上。 ヒーロー5人が最初から登場するという要素が子供たちの大きな人気を集め、結果的に最高視聴率は22%、放映話数も全84話という記録を打ち立てた。オンエア時の再放送を含めて2年間はスーパー戦隊シリーズでの最長記録となっており、未だにその記録は破られていない。人気を支えた理由としては、作劇面で、 1> 第1話の時点で5人のキャラクターを明確にしたことや、ハードなスパイアクションからギャグ、時間予告にまで使われた謎々ネタといった、あらゆる要素を盛り込んでいたことなどが挙げられる。本作品では、後年のバトルフィーバー J 以降で採用される巨大ロボットこそ、登場しなかったものの、ミニチュア特撮による大型メカの活躍場面が用意されているのも特徴である。 東映プロデューサーの吉川進は、当時ロボットが子供たちの人気を集めていたことから、メカ要素は無視してはならなかったことを述べている。集団変身ヒーローの先駆的存在として、テレビアニメでは1972年の科学忍者対ガッチャマン実写作品でも同年に制作されたトリプルファイターがすでに存在しているが、一部書籍では、実写では、 本邦書と説明されている。主題歌、すすめ、ゴレンジャー、秘密戦隊、ゴレンジャーのシングルレコードは番組のヒットにも乗って、ミリオンセラー、資料によっては42万枚の売り上げを記録した。また、口述のゴレンジャーマシーンなどを商品化した、ポピニカ商材は年間46億円以上の売り上げを記録した。本作品は石森により、 スパイアクション漫画作品として、週刊少年サンデーなどの少年漫画誌でも連載されていたが、テレビ版のタッチがギャグ路線に脱線していく状況に合わせて、途中からキグ漫画として180度方向転換し、漫画のタイトルもジャンル変更に合わせて、週刊少年サンデーのみ、秘密戦隊ゴレンジャーごっこに解題された。石森は本作品について、 漫画よりもテレビでこそ生きる作品であると述べている。作劇や敵怪人をコミカルに描くというコンセプトは本作品で美術全般を担当したエキスプロダクションの前沢藩が企画会議で石森に舞台のショーで見られるようなコミカルで楽しいものにしましょうと提案し導入された。視聴率は20%を超えるまでになり、 吉川進プロデューサーが女子大生のファングループから訪問を受けるなど男女を問わずに幅広い指示を受けた本作品は実に2年間のロングラン放映となったメインライターは上原翔蔵が同じ石の森原作である頑張れロボコンと並行して担当上原はコメディ路線へとなった理由について俳優のイメージに引きずられた点と ロボコンとの相乗効果が生じた点、沖縄出身である自身の要請で楽天的な資質などを挙げている。後年、スーパー戦隊シリーズ旧作品のメインライターを務めることとなる、曽田博久も本作品よりすでにサブライターとして参加しており、激走戦隊、カーレンジャーまでの20年間にわたってスーパー戦隊シリーズの脚本に関わることとなる。本作品では、 山陰地方、第38話、第39話、第41話や愛媛県松山市近辺、第60話などで本格的な地方ロケを行っている。ネット、現、テレビ朝日では本作品の放送前、土曜19時台後半より、在半純期局、毎日放送制作の仮面ライダーアマゾンを放送していた。しかし1975年春。 3月31日より超年展開消によるネットチェンジが実施され、毎日放送は TBS 系列に変更となり、それと入れ替わりに朝日放送がネットの純キー局となった。その影響で仮面ライダーシリーズの放映権も TBS 系列に異動となった。当時のテレビ局と新聞社の統合系列化という大変革が背景にあった。 仮面ライダー X でのメカニックヒーローへの挑戦や仮面ライダーアマゾンの本格的回帰、アクションドラマへの回帰は成功したとは言えなかったが、それでもネットとしては仮面ライダーシリーズという有力コンテンツを失う危機感は少なからずあった。その穴を埋めるべく東映テレビ事業部本部長の渡辺良徳は仮面ライダーストロンガー企画時に毎日放送に提案して没となった。 スパイ大作戦を参考にした複数の専門家が集まったヒーローチームという5人ライ台ーの企画案を再検討し新番組に取り入れることを決定した。また5人とした理由について企画に参加していた石森プロの加藤昇はサイボーグ009のような9人では実写で描写するには多すぎ同時期に3人ヒーローであるアクマイザーさんの企画が進行していたことを理由に 挙げており、東映テレビ事業部部長の渡辺良徳は7人では多すぎ、3人では少なすぎ、4人では演技が悪く、5人が収まりが良かったとしている。原作者の石森翔太郎は、集団で戦うイメージソースとして、自身の作品、少年同盟も挙げている。石森は5人のヒーロー集団という設定から、複雑なデザインは避け、 一目でわかるシンプルなヒーロー像を設定した。カラーテレビの時代を反映させ、かつての仮面の忍者、赤影、関西テレビ放送と同様、色で個性を強調することとした。強化服をまとうという設定は、既存の作品に見られる、改造人間、ロボット、宇宙人などとの差別化が導入された。石森は、この設定について、レ霊なシリーズなどのスパイものの、 小道具を全身にまとったイメージと述べている。企画書では、敵味方ともに仮面の集団であることを作品のポイントとしより、仮面という古典的要素と現代的なメカ要素を組み合わせることによる劇画的な雰囲気を強調することが狙いであるとしている。番組のコンセプトはスムーズに決定したが、ネーミングについては難航した。当初のタイトル案は、レッド一」というものであり、 各メンバーの名もレッドマスクなどと過称されていた。その後に考案されたのがファイブレンジャーでメンバーの名称もレッドレンジャーなどとするものだった。しかし、このファイブレンジャーは理屈っぽいとして渡辺に却下され、次に出たガッツレンジャーも却下された後、最終的に5人レンジャーの人を取って5レンジャーの前が考案され、これに OK を出した渡辺によって、 カタカナのゴレンジャーが決定名となった。これに伴いメンバーの名称も渡辺によって日本語に直された。桃モモレンジャーについては当時ピンクという単語にピンク映画、ピンク産業などとエロチックな用法が多かっためピンクレンジャーでは子供向け番組には刺激が強いと判断し渡辺が果物の桃、ハートの桃、ふっくらした女性の桃が ちょっと不良っぽくていいと、桃モモレンジャーに決した。平山は、小牧理沙の太ももから、桃モモレンジャーを発送したと証言している。その後、2015年に、手裏剣戦隊ニンニンジャーが制作されるまで、各ヒーローの色の名称に日本語名が使われた。戦隊は、シリーズ、中本作品が唯一であった。世界征服を企み、国際的に暗躍する黒十字軍。 彼らの進行を食い止めるべく、国連は、イーグルという国際的平和組織の秘密防衛機構を設立、スイスジュネーブに本部を置き、世界を各10ブロックに分けて、黒十字軍に対抗していた。しかしある日、黒十字軍は、日本ブロックに焦点を絞って、総攻撃を仕掛け、全国の各支部、北海道、東北、関東、関西、九州は壊滅して死、 しかし、各支部に一人ずつ、奇跡的に生き残った者がいた。関東支部の会場分隊長の弟で、秘密工作のスペシャリスト、会場強し、東北支部の分隊長、新井命、名、九州支部の精密技術班員、大岩大太、北海道支部の科学分析班員、ペギー松山、そして関西支部の新米隊員、飛鳥カゲである。 イーグル、日本ブロックの最高指揮官である、江戸川ゴンパチは、彼ら5人を、新宿の秘密基地に呼び寄せた。ここに、イーグル、日本ブロックが黒十字軍に逆襲するために、創設した特別部隊、ゴレンジャーの戦いが始まった。国連が設立した、国際秘密防衛機構イーグルの、日本ブロック、関東支部に属する特別部隊。作中では単に、 ゴレンジャーと呼称され、秘密戦隊のネーミングは作品タイトルに用いられるのみに止まっている。手始めに日本ブロックを狙った黒十字軍の襲撃で壊滅した各地支部の生き残り隊員が集められ、総司令官である江戸川本八の指揮のもとでレンジャー訓練を施されて地球の平和を守るため黒十字軍と戦う特殊部隊に編成された。 正規メンバーは5人であるが、大五郎のようにイーグル内で選抜された、ゴレンジャー予備隊員も存在する。ゴレンジャーの正体は一般には秘密とされるが、第4話の時点で、素顔の写真と、詳細なプロフィールが黒十字軍の手に渡っており、怪人が、ゴンにやってきた際には姿を隠すなどして、秘密を守っていた。ゴレンジャーのメンバーは2代目キレンジャーを含め以下の6人。 当初のメンバー5人の本名である、会場、新名、大岩、ペギー、アスカの頭文字をつなげると、カシオペアとなり、これはクライマックスへ向けての重大な伏線となっている、口述。集合時の名乗りは、5人揃って、5レンジャー。大野県有会寺の、勢揃いした5人が、右の手のひらを前に掲げる決めポーズは、立市の高橋和都氏が、歌舞伎の、 白波五人男から取ったものである。黒十字総統が率いる地球征服を目的とする悪の軍団。世界規模の組織を有し、アフリカ、日銀仮面将軍、中央アジア、鉄人仮面、テム人将軍、北欧、火の山仮面マグマン将軍には大幹部配置されている。大幹部以外にもアラビア砂漠の鉄加護仮面など、幹部級の実力を有する仮面怪人が、 各地に存在している。歴史も古く、ゴールデン仮面大将軍のような古代からの構成員も存在する。大組織であるがそれにとどまらずイーグル構成員を金で寝返らせたり、死者を蘇生改造して仮面怪人にするアトランティスの遺産、コンドラ戦闘機体を入手する宇宙を師団を呼び寄せるなど戦力増備もたびたび行っている。作戦面では、 一般的な怪人の能力に依拠したテロ作戦以外にも最初に日本を攻撃した際に黄金仮面、武者仮面、青銅仮面、翡翠仮面、毒ガス仮面の5人の仮面怪人を同時投入するなど大規模作戦も実行、そのいずれもイーグルシブを壊滅させるなど精度が高かった。プロデューサーの吉川進はハイテクを駆使するヒーロー側との対比や子供への分かりやすさなどから、 プリミティブなイメージで統一したと述べている。ナレーター以外はすべてノンクレジット。括弧内は出演話数。66話までは、大野県友会が、67話以降は、ジャパンアクションクラブ、ジャックがアクションを担当した。前者では剣撃を応用した集団戦が、後者では、スピード感あるアクションが特徴となっており、それぞれの得意分野が取り入れられている。 ニーボリカズオによると、王の県遊会時代のベストメンバーは、赤、ニーボリ、青、中屋敷、木、舞田、桃、栗原、二度、中村とのことであるが、実際にこの組み合わせが実現したのは1、2回程度だという。サブタイトルはいずれも、第64話から、というフォーマットで統一。また式名が必ず入れられている。 1975年12月13日に、第14話、1976年1月24日に、第20話、2月21日に、第25話、3月6日に、第26話、8月14日に、第53話、8月21日に、第54話、1977年3月5日に、第1話、3月19日に、第2話を再放送。 1976年6月26日は、アントニオイノキ対モハメド・アリ中継をはじめとした、スポーツ特別番組、格闘技世界一決定戦、19時30分21時21分のため放送休止。チョキ期待アリ戦で、花束贈呈を担当したのは当番組の、モモレンジャー役の小牧里里、同局で放映中の、ベルサイユのトラック姉ちゃん出演中の山本ゆかり。 ゆかざとの二人で、劇中の衣装での登場であった。その模様は、試合中継映像の DVD、燃えろ。新日本プロレスエクストラチョキ VS、アリ伝説の異種格闘技戦にて確認できる。ほか、いずれも、東映漫画、祭りの一編として公開された。これらの作品は2003年7月21日発売の、スーパーセンタイザムービーボックス及び、 単品では2004年7月21日発売のスーパーセンタイザムービーバル1に収録されている。2011年11月21日発売の復刻。東映漫画祭り1976春には真っ赤な猛進撃のみ収録されている。各作品での詳細はそれぞれのリンク先を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。